そうですね、まあ、僕は上様と呼んでるんですけど、この上様が僕のことを結構けなしてくるというか、強め役でね、役でね久保がね、仁科に強めに言ってくるんですけど、うん、そのお芝居で上様に責められるっていうのが初めての体験だったんで、ちょっとビビりながらやってました。いつもは結構優しく見守ってくれてる良き先輩なんですけど、そのね、あのギャップでちょっと怖いなって思ったのが印象的でしたね。そうですね、ね、全同様になっちゃうんですけど、がっつりが結構本当ね、はい、初めてだったというか、なんかこう言葉でなんか戦い合うっていうのが初めてだったので、なんかすごい新鮮で楽しかったなっていうのと、やっぱ現場の雰囲気が、僕は結構後の方に入ってすぐ終わっちゃったんですけど、撮影もすごく現場の空気が良かった、うん、なんでだろうなって考えた時に、あ、小沢廉座長がすごく頑張ってこの現場を盛り上げてきてたんだなというのを感じたので、いやいやいや、本当に感謝しております。やめてください、いつも通りです。そうですね、もう信頼しきってる役者さんですので、舞台の方は僕はすごい楽しみにしておりますので、本当よろしくお願いいたします。はい、で、ダスキスのメンバー、うん、結構ワイワイキャッキャやってるので、現場では締めてもらってそうね、任されるわ、座長として締めてもらって、でもまあその楽しく和気あいあいと仲のいいカンパニーの色を舞台上に持ってきてくれたら、うん、お客さんもきっと喜んでくれるんじゃないかなと思うんで、僕もすごい楽しみにしてます。はい、頑張ってください。ありがとうございます。そうですね、小沢さんから引き継ぐのはとてもすごくプレッシャーで、嘘つけ、潰されそうなんですけど、笑っちゃってるじゃないですか。あ、でも本当にドラマは僕も出させていただいて、見させていただいて、なんか作品として雰囲気もすごく良くて、なんかチョコレート戦争感みたいなのが、うん、きっとドラマ版で誓ったものが多分舞台版でも反映されて、なんかそういうの引き継いでいけたらなっていうのも思ってます。あとはそうですね、多分すごく、ね、大切な作品だと思いますので、その思いを踏みにじらないように僕も精一杯、とダスキスの重りもしつつしっかりとやっていけたらなと思っております。まあ一応僕の初単独主演ドラマという作品なんで、はい、そのバトンちょっと重くなっちゃうかもしれない、はい、いやもう全然大丈夫ですよ、軽く扱ってもらって結構ですいやでももう本当にね、レンがすごく大切にしているものを僕も大切にできたらなというふうに思ってるんで、頑張らせていただきます。お願いします。はい、僕はそうですね、なんかこうそこまでこんなに長いこと家にいることがなかったので、じゃあ家にいてやれることをやってみようっていうので、まあもともとそのギターをちょっと触るぐらいはやってたんですけれども、まあ、これを機にちょっとエレキギターみたいなコード進行、パワーコードとか一曲これをマスターしようみたいな風にして、一応一曲まるっと弾けるようになったりとか、すごい筋トレとか、あと歌詞書いてました。はい、もうミュージシャンじゃないですか。まるでな、そう、一応 CD2 枚出してた。メジャーで。そう、一応な。メジャーで出せるのすごいっすよ。まあなんかね、この何でしょう、僕たちやっぱこういろんなものを、皆さんそうだと思うんですけど、封印されちゃってというか、うん、そのお仕事に関しても生活に関しても、なんかすごく息苦しい時間が続いたんですけれども、それはやっぱなんかとどめとかなきゃいけないというか、もうなんかある種これを利用してお芝居につなげるとか表現につなげるっていうことにしていかなきゃいけない仕事だと思ってるので、なんかそうですね、なんか書き留めたりとかなんかしてましたね。僕は申し訳ないですけど、そんな仕事につなげるようなこと全くしてなくて、まあ、iPhone でゲームやってたんですけど、うん、それを最近進化させて新しくやったのが iPad でやってるんですよ。で、それまでは親指だったんですよね、
はい、iPhone でも iPad をやることによって人差し指も使えるようになったんです。ああそうだね、2本指から4本指に進化した、うん、これがコロナ中に新しくやりだしたことです。いやくしくも俺もそれやってるわ。え本当ですか。あれ結構いいですよね。そう iPhone から画面がちっちゃくても限界で iPad に変えて、はい、いやリモートの仕事のために iPad 買って、はいはいはい、でついでに iPad でゲームをやってる。あついでなんです。ついで僕はもう本業みたいなでもそれが新しくやったことと、あとはあの麻婆豆腐をレトルトやめたってことですかね。やっぱコロナで、うん、あの外食もできないので、ね、自炊を極めようかなと思って。もともとねちょっとやってたもんね。はい、そうドラマ中もずっとお弁当を自分で作って持ってってたんですよ、うん、だからその麻婆豆腐をレトルトじゃなくてもう最初からごま油に、うん、あの鷹の爪入れて、え？であとソースを作るとこからやるっていうのが多分コロナ中にやりだしたことですから。それいいじゃん、はい、仕事につながるじゃん。そうですね、料理番組とかオファー来たね。なんかごま油高いところからいやそれでもこみちさんオリーブオイルあと塩こうやってやる、うん、そうそうそう、そういうの、そういうのやればいいじゃん。生地にこうやって当たってるよう知ってるやんそう、そんぐらいですからね。はい、